ファイナルファンタジー16、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、フェニックスゲートへ向かいましょうか。いやーもう、なんというか、どんどんこう、過去を乗り越えていかなきゃいけないんだな。どうぞどうぞ。何これ？ああ、BGM のやつか。ちょっと買っとくか。ちょうどだね。はい、こちらね。うん、ありがとう。よし。行こう。これ、いける？開けれる？そのお姿、殿下。いや、まさか、まさか、クライブ様なのですか。人違いだ。ですが、それはハンナ様が大切にされていたエルウィン殿下のお召し物。お譲りになるとすれば、嫡男であられるクライブ様を置いて他に考えられませぬ。ああ、よかった。これでようやくお預かりしていたベアラーたちをお返しできる。ベアラーを返す？預かってたってどういうこと？イーストプールの村尾さと言ったな。先ほどの話を詳しく聞かせてくれるか。このイーストプールではロザリア公国からの命により行き場をなくしたベアラーたちを預かっておりました。彼らは13年前の戦乱、鉄王国がロザリアへ侵略した折に主を失った者たちなのです。避難民？ええ、あくまで一時的な処置ということで、ことが落ち着き次第お返しするはずだったのですが、ロザリアがザンブレクの属領となった時の混乱で決め事もうやむやに。本来なら現在のロザリアを治めている属領総督府に返還するのが筋なのでしょう。ですが広告のベアラーの扱いを見るに切り出すこともできず、こうして預かり続けていたというわけです。13年もか。そこでクライブ様、お願いがございます。どうか彼らを引き取ってはいただけませんか。って言われてもな。彼らの中にはロズフィールド大公家に仕えていた者も多い。クライブ様が主となるのは本望でしょうから。悪いが、それはできない。今の俺には彼らを守ることなど。さようでございましたか。勝手を申しました。今の話はお忘れください。しかし、ぶしつけながら一つだけご慈悲を賜りたく。俺にできることなら。九段のベアラーたちの中にエルウィン殿下を敬愛してやまない年寄りがおります。再び殿下を主にすることがかなわずとも、せめてクライブ様のお姿を、殿下によく似たそのお顔を見せてやっていただきたいのです。でも刻印あるからな。いいだろう。なんかこう、どう思われるかっていうとこあるけどな。そのベアラーはいつもは村の井戸のあたりにいます。どうかよろしくお願いいたします。陶器火のロザリア。あなたはもともとエルウィン様によく似てるから、お年寄りのベアラーに会ってみましょう。今年の収穫じゃ冬を越せるかわからん。暗い話ばっかり聞こえてくる。お年寄りの方はいないわね。村尾さんに約束した手前、会わずに出ていくわけにもいかないな。
少し探してみるか。マジでいい子だよね。この辺りで話を聞いてみましょう。知ってる人がいるかもしれないわ。村人に聞き込みをする。なんか知らんか。おや、旅の方、何か用かい。私たち人を探していて、この辺りでお年寄りのベアラーを見かけませんでしたか。ああ、あのじいさんかい。そういや今日はまだ見てないな。いつもなら井戸の横で料理の真似事をしている時間なんだが。真似事？真似事？昔ロザリス城にいた頃、調理場で働いてたんだと。よく太后様にお声掛けいただいたと口癖のように言ってたよ。今じゃ夢か幻のような話さ。ベアラーに声をかけるなんてザンブレクの元じゃありえないことだ。そうですね。じいさんならきっと村のどこかにいると思うぞ。そう遠くに行ける体でもないからな。ありがとう。もう少し探してみます。どの辺だろう。なんか知らんか。優しげな人。あら、村の人じゃないわね。どうかしたの。人を探していて、この辺りでお年寄りのベアラーを見かけませんでしたか。いつも井戸のそばにいるおじいさんのことかしら。ええ、その方です。あのおじいさんに用事って、もしかしてお嬢さんたちも昔はロザリス城に。ええ、まあ。あら、東京だなんて嬉しい。私も小さい頃はロザリスの城下町に住んでいたのよ。民を慈しんでくださった太后様の御代が恋しいわ。ザンブレクの俗領になってから生活は苦しくなる一方でしょ。黒の一帯のせいで作物の実りも悪くなっているのに、税は変わらないなんて。ごめんなさい、昔を知る人がいるとつい。おじいさんならきっと村の中にいるわよ。ここでずっと何かを待っているみたいだから。ありがとうございます。探してみます。何かね、会ってやることが救いになればいいんだけどな。あ、待って、パトリックならどこにいるか知ってるかもしれないわ。彼は長いことおじいさんの面倒を見てきたの。厩舎にいるはずだから声をかけてみて。パトリックさんですね。そうしてみます。ありがとう。ジル、すまない。君にばかり村人の相手をさせてしまって。気にしないで、念のためよ。パトリックさんに話を聞きましょう。まあいくらここ温和だっつっても、ベアラーが話しかけると嫌な顔されるかもしれないしな。でもジル本当に物腰が柔らかくて好きだな。困ったな、どこへ行ったんだろう。お、じいさんか。もし、どうかしたんですか。僕は目を離した隙にベアラーが一人いなくなってしまって、いつもの井戸のところにもいないし、村の中じゃないのかな。失礼ですが、パトリックさんで。はい、そうですけど。そのベアラーというのは昔ロザリス城の調理場で働いてた方では。ええ、そのおじいさんです。あなたは旅の方のようですが、なぜ僕の名前もおじいさんのことも知ってるんです。そうですか、村尾さんに。では旅の方、おじいさんを探す手伝いをしてもらえませんか。大抵は村の中にいるのですが、ロザリス城からの迎えを待つと言って出歩くことも増えていて。迎えを待つ。年のせいか判断もつかなくなってて、何かあったらと心配なんです。わかりました。私たちは外を探します。パトリックさんは引き続き村の中を。
ありがとうございます。よろしくお願いします。無事だといいけど。なんか襲われてそうだな、モンスターに。結構いろいろうろついてるとこだもんね、ここ。この辺り向こうか。もう少し探してみるか。こっから奥に行くのかな。この辺はでもモンスターはいなさそうか。ここ取ったら出てくる。出てこない出てこないね。この先にはまあいるんだろうけどな。めちゃくちゃ綺麗だよな。おお。探していたおじいさんかしら。魔物が。うわ。先に片付けるぞ。じいさんに声をかけるのはそれからだ。ええ、分かったわ。よし、はい。ちゃっちゃと片付けよう。はい。他のやつにも当たってる？あ、また出てきた。こんな危ねえとこに来んなよ、一人で。危ねえよ。はい。よいしょ。はい。よし。はい。オッケー。ガルーダあんま強くないけどかっこいいよな、エフェクト。じいさん大丈夫か？あんま気にしてなさそうな感じだけど。どうした、じいさん。ここで何をしているんだ。おお、殿下。エルウィン殿下。ようやくいらしてくださったのですね。いや、俺は。そういうことにしてあげなよ。ああ。ずいぶん待たせたようだな。ちょっと声色変えてない、待っておりました。殿下がいらしてくださるのをずっと。ああ、これでやっとロザリス城に帰れます。また殿下のお食事を作る手伝いができます。じいさん、城に戻ることはできない。それに俺は今旅の最中なんだ。だから俺の用事が済むまでもう少しだけここで待っていてくれないか。きっと迎えに来る。待っておりますとも。いつまでもいつまでも。ありがとうございました、クライブ様。それにジル様も。彼の支えはエルヴィン殿下だけ。思い出の中だけでしかもう生きていけないのです。ですがそれは我々も同じかもしれません。生きていくのにこの現実はあまりに辛すぎる。この村に黒の一帯が迫ってからというもの、作物の実りが悪くなり、村人たちは次第に去っていきました。ハンナ様が家財を売って用立ててくれた恩情にすがらなければ、残された我々は日々を暮らしていくこともできません。ベアラーたちを養いたくとも、これ以上はパン一切れすら与えることができないという状況なのです。そんなことに。俗領総督府にも
陳情してみたのですが、彼らはエルウィン殿下を敬愛する我々を対抗派と呼び、相手にすらしてもらえないありさまで。シドという知人がいる。彼ならベアラーたちを受け入れてくれるはずだ。俺の用事が済んだら話をつけておく。決して悪いようにはしない。感謝いたします。クライブ様、ご用向きが済んだらここに立ち寄っていただけますか。貧しい思いをさせているハンナ様の身の回りのことも含め、今後のことを相談させてください。わかった、必ず寄ろう。行ってらっしゃいませ、クライブ様、ジル様、どうかお気をつけて。13年経ってもか。いろいろ大変な思いさせてんだな。フェニックスゲートへ向かおう。黒の一体だ。こんな村の近くまで。大地が黒ずんでいる。エーテルがすっかり失われているんだ。ひとたびこうなれば何も生まれず育つこともない。まさに死の土地か。やっぱ魔法とかの使いすぎなんじゃないの。魔物も出ないことね。それはそれでちょっと経験値の稼ぎができないからさ。魔法が使えないな。あ、そうなの。エーテルがなければ命や魔法です。エーテルが枯渇することでこんな景色になるとは。ああ、大地から。あ、やっぱあれじゃないの、魔法の使いすぎで枯れてんじゃないの。ここも緑で溢れていたのでしょうね。ああ、きっと美しかったろう。はい、ということで、じゃあこれ一旦区切りましょうか。次回この先というか、フェニックスゲートからやっていきましょうか。それでは、ご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。